FX 初心者の方向けの動画買いでエントリーで、今この時点でポジション持ってます。100ロット分のドルを買った状態、この純資産今0円になってますよね。仮に100ロットでトレードを行う場合、ざっくり600万くらい入れておけば十分なんですけど、ギリギリまでポジション持つと1億5000万円までのトレードも行える。今このまま決済しちゃうと、これレートが上がってたんで、ここ今にプラス2万2000になってますよね。100ロットだから約1億円分、1億2000万円分のポジションを持って、まあ、約10秒くらいでプラス2万円になったっていうイメージですね。ざっくりね、この5分足で見て、こうやってね、下降の後、まあ、短期足で上昇してて、次に意識されるところで言うと、ここ、直近の高値なので、まあ、そのあたりまで2ピプス上がるかなっていう1000ピプスの値幅があるんですけど、で、起点終点。で見ていくといいと思います。最高値を作った起点のこの水準でサポート入ってるんですよ、ね、なので、まあ、下に抜けてないので、まだ4時間足レベルでは上昇トレンドが継続している。どうも翔です。本日4月の1日金曜日です。で今日はFX 初心者の方向けの動画撮っていきたいと思います。これから FX を始める方で、まだ FX の取引用の口座を持っていない方、あとは FX の取引用の証拠金の入金の仕方がわからない方、口座は持ってるけど注文の仕方、実際のトレードの仕方がわからない人、あとチャートをどのように見ていいのかわからない、チャートをもとにどうやってトレードを行っていけばいいのかわからないという方に向けた動画にしたいと思います。で今回の動画では僕が実際に使っている DMMFX の FX プラスっていうツールを使って、で実際にそのツールを起動して FX のトレードに必要な証拠金をクイック入金って言って、ネットバンキングの契約をしているとわざわざ振り込みに行かなくてもこのパソコン上で入金出金ができるんですけど、それのやり方、そして実際に僕が行っているトレード、水平線とダウ理論を使ったテクニカル分析で、どこに水平線を引き、どのようにトレード戦略を立ててトレードを行っていけばいいのか、で実際トレードできそうな局面があった場合スキャルピングくらいでワントレードやってみたいと思います。ただ今日4月の第1金曜日で雇用統計の発表を控えてて、で今ね時間が20時10分なんですけど、もう少しで相場荒れてくると思うので、もしできればワントレードくらいしてみたいと思います。じゃあ順番に説明していきます。で今チャートツール表示させてるんですけど、口座持ってない方は僕の動画の概要欄にあるリンクの方から、僕が動画で使っているチャートツールと同じものを使いたい場合、この DMMFX で口座開設して、でログイン情報が手元に届くと、このページから実際ログインして、でここのログイン情報 ID とパスワードを入力してログイン、で僕が使っているのはこの一番左側の FX プラスっていうツールで、今開くと水平線も引いた状態になってるんですけど、ここからまず入金を行っていきます。で入金は左上のメニューを押して、でネットで入金する場合クイック入金をクリックします。で金融機関、自分が口座を持っている金融機関の選択して、今僕の口座証拠金抜いた状態になっているので、ここの純資産今0円になってますよね。仮に100ロットでトレードを行う場合、ざっくり600万くらい入れておけば十分なんですけど、金額を打ち込んで確認、で金融機関名金額を確認して実行すると銀行のログイン画面になるので、でここでパスワードを入れて、で払い込み実行、で払い込み実行すると、こいつの便利なところがクイック入金が終わると、もうこうやってこう純資産600万に変わってますよね。こうやって入金が完了した時点ですぐに証拠金が入ってトレードできる状態になります。で今これチャートを表示させただけの状態なんですけど、このメニューから新規注文を選択して、すると、まあ、ストリーミングって言って成り行きで売り買いのエントリーをできる注文パネルが出てきます。でこれ FX のトレードを行うとき必ず確認してほしいんですけど、この FX には様々な通貨ペアがあります。
で、必ずここのチャート、このチャートの通貨ペアとこの注文パネルの通貨ペアが一緒になっていることを確認してください。これ絶対ですよ。じゃないと、例えばここがユーロ円になっていたとして、このユーロ円のチャートを見ながらトレード戦略を立てて、ここのドル円の注文パネルで注文を入れちゃうと全然違うトレードになっちゃうので、ここは必ず気をつけてほしいと思います。なので実際トレードを行う前、ここが USDJPY で、ここも USDJPY になっているかどうか、ここは必ず確認してください。で、次にここのロット数、今1ロットっていうのはこの DMMFX の場合1ロット1万通貨になるので、ドル円の場合1万ドルなので、今のレートで言うと1ドルが122円40銭ちょいなので、1ロットトレードっていうのが約122万円分のドルと円のトレードを行うっていう感じになってきます。で、今この国内の FX 業者レバレッジが最大で25倍まで効くので、ここに表示されている金額、約122万円分のトレードを行うのに約4万9000×25 が約122万5000円ですよね、っていう風に見ていきます。なので自分が今この FX の口座にトレードの証拠金として預けた金額の25倍までトレードができるっていう風に覚えておくといいと思います。ただあんまり自分が預けている証拠金ギリギリまでのポジションを持って大きくレートが動いた場合、マイナス方向に動いた場合、証拠金維持率が大きく減って強制ロスカットになったりっていうリスクもあるので、あんまり大きなロットでポジションを持つっていうのはお勧めしないんですけど、目安として自分が FX の口座に預けている金額の約25倍までの金額のトレードができるっていうふうに覚えておいてください。なので今ここで600万円入れてますよね。で、600万円の25倍なので、ギリギリまでポジションを持つと1億5000万円までのトレードが行えるっていうふうに見ていきます。で、僕の場合だいたい100ロットでトレードを行っているので、約600万か700万円の証拠金を入れて、もう少し余裕を持ってトレードを行うようにしてます。で、ここが今自分が発注する際のロット数、今1ロットだと1万通貨になるんですよ。で、ここを100にしておくと1回のエントリーで100ロットのポジションを持つことができます。で、これを細かくポジションを持っていく場合、例えば20ロットずつ5回に分けてポジションを持っていく場合、20とかにしておけばいいし、ここは自分のトレードスタイルに合ったやり方を行っていけばいいと思います。で、このスリッページっていうのは、自分がエントリーした時にレートが滑って逆上しない場合があるので、何ピプスまで滑った場合逆上するようにするのか、特にね、スキャルで急激な動きがあった時にポジションを持とうとした場合、スリッページっていうのが起きるので、ここは僕の場合2ピプスにしてます。で、ここを設定する場合はこのスリッページ設定、ここで20とかにしておけばここ2ピップスになるので、これでいいと思います。で、ここの細かい設定を見ていくと、この利食いと損切りありますよね。ここは必ず両方入れておくと便利です。で、ここ今デフォルトで100になってるんですけど、100ってことは 100×0.1 ピップスなので10ピップスなんですよ。で、これ今見ていただくと分かるんですけど、期限を無期限にして上下10ピプスにしておくと、その後チャート上でチャートを見ながらずらしていくことができるんで、結構これ便利なんで、ここは両方設定しておくといいと思います。イメージで言うとエントリーと同時に押しを注文入れちゃうような、そのイメージですね。次に細かい設定、その他設定を開いて、この辺は自分の好みに応じてなんですけど、ここね、この約定音以外はチェック外しておくといいと思います。じゃないともう工数増えちゃうんですよ。ここ注文するたびに確認画面が出たり、特にスキャルでトレードを行う場合、工数増えるとエントリーしたいところでエントリーできなかったり、ちょっと邪魔くさいんで僕は外しておくことをお勧めします。で、設定終了。で、実際のエントリーや決済なんですけど、今とりあえずチャートを無視して100ロットでポジションを持ってみますね。で、まずチャートの通貨ペアとこの注文パネルの通貨ペア、ここが揃っているかどうかを確認して、で、今ポジションを持ちたい数量、それを確認して買いでポジションを持つ場合は買いでエントリーで、今この時点でポジションを持ってます。100ロット分のドルを買った状態、例えばこのまま決済しちゃう、今このまま決済しちゃうと、これレートが上がってたんで、ここ今にプラス2万1000になってますよね。100ロットのポジションを持ったんで、
100ロットだから約1億円分、1億2000万円分のポジションを持って、まあ、約10秒くらいでプラス2万円になったっていうイメージですね。で、まあ、もちろん最初から100ロットのポジションなんて持てないっていう人は、これの10分の1、例えば60万円 FX の口座にお金を入れて、で、これの10分の1の10ロットのトレードを行えば、今のまあ数秒で約2100円のプラスになっているってイメージです。ざっくりね、この5分足で見て、こうやってね、下降の後、まあ、短期足で上昇してて、次に意識されるところで言うと、ここ、直近の高値なので、まあ、そのあたりまで数ピップス上がるかなっていう適当な感じでトレードしちゃってるんで、ここは真似してほしくないんですけど、そのエントリーや決済の説明をするためにやってたんで、ここは真似してほしくないんですけど、まあ短期足で戦略立てて、こうやって数ピップス抜いていくっていうトレードの仕方も僕教えてるんで、でもちろんこの FX 利益が出る時もあれば、同じようにまあマイナスになる時もある。で、自分の資金に対してレバレッジをかけてトレードを行っているので、自分が証拠金として預けている金額以上のトレードを行うことになるので、プラスになることもあれば、同じように短期間でマイナスになることもあるので、そこはしっかり理解した上で、僕が日頃から教えているテクニカルを使ったトレード戦略、あとどこまで利益方向に伸びたら決済するのか、どこまで損失方向に伸びたら損切りするのか、こういった期待値の考え方、リスク管理、このあたりの知識をしっかり身につけた上で実際のトレードに挑んでほしいなと思います。あと今は成り行きで注文したんですけど、注文方法いくつかあって、まあ、僕がよく使うのはこの IFO ってやつ。例えば短期足で見て、まあ、仮にですよ、短期足でここの直近の高値そして安値でトレードを行っていくとして、でこの直近の安値、ここまで落ちてきた時に再度買いでポジションを持つっていうトレード戦略を練った場合、 122.336 で買いなので IFO にして、ここを実際打ち込んじゃいます。でこの OCO12 が決済なんですよ。決済になるので、まあ、損切りと利益確定で、指し値が利益方向なので、これを例えばここで買って直近の最高値で利益確定するってなった場合、122.500 くらいに設定します。まあ、後からチャート上でずらせるんでね。で、損切りを例えばちょっと今適当なんですけど、この直近の安値、さらにその下の意識されそうなこの辺りにするとします。 122.252 で、ここも無期限にして注文をする。すると、まあ、ここチャート上に出ますよね。で、利益方向に動いて実際に OCO で利益確定した場合プラス16万円で、損失方向に動いた場合マイナス84,000で、この場合リスクリワードでいうと2対1になるので、期待値の面でもリスクよりリワードの方が大きいのを確認して、であとはこのチャート上で微調整そうしておくことで、チャートを見てなくてもレートがここまで落ちてくれば買いで自動でポジションを持って、その下降の勢いでそのまま落ちていけばここで損切り、自動で損切りしてくれるので、それ以上の損失を負うこともないし、思惑通りにここで買いでポジションを持って、ここがサポートになり再度こうやって上がっていってくれれば、ここ上がったところで利益確定してくれる。で、さっきの表示の通り約16万円の利益が出る。まあもちろんそのまま上昇していくこともあるかもしれないけど、そこは堅実にトレード戦略を練った通りに利益確定していってもいいし、まあ、成り行きで見ていって利益方向に伸びていけば、損切りを縦値くらいまで戻しちゃってマイナスをゼロにした上で利益確定もっと伸ばしていってもいいし、その辺はやり方次第かなと思います。まあ、今説明したこの IFO の注文が、まあ、一番複雑なんですよね。予約注文でエントリーと決済、決済でも損切りと利益確定の2つの注文を入れちゃう。で、この差し値、逆差し値、この辺が難しくなってくるんですけど、まあそれもね、この注文パネル上だけで入力しちゃうと間違い結構あるんですけど、まあ、チャート上で見て、今この落ちてきたものに対して逆張りで買いでポジションを持つ場合、差し値で、その反対が逆差し値だし、その持ったポジションに対して利益方向で決済するのがこの差し値、 OCO の差し値なので、さっきの場合ここで買いで自動でポジションを持って上方向に伸びた場合のここに置いてた売り決済が差し値で、反対にここでポジションを持って、まあ、このレートでポジションを持って、さっきのここのレートね、ここの水準に置いてたのが逆差し値、損失方向に動いた場合が逆差し値っていう風に覚えておくといいと思います。じゃあ次、このまま、まあ、どのように水平線を引いていくのか、まあ、今週のチャートをもとに上位足から順番に水平線引いていきたいと思います。で、今これ5分足を表示させてるんですけど、ここから先は実際にトレード、日頃からトレードを行っている人にも参考になるように解説していきたいと思います。
前回環境認識を行ったのが3月の26なのでこの辺りですよね。レートがこの辺りにいる時に水平線引き直してます。でその後さらにレートが上昇していって、実際こうやって見ていくとこの辺りで引いた水平線に対してこうやって引いた水平線に対してレートが機能しているのが分かると思います。僕が教えているこの水平線とダウ理論を使ったトレードっていうのは結構普遍的で上位足になればなるほど水平線意識されやすいんですよ。でその意識されそうな水平線、多くの人がトレードを行う上で意識しそうなレートに引ける水平線を使ってその水平線付近でのレートの動きを予測してトレード戦略を練って実際にトレードを行っていくやり方なので、こうやって機能する水平線を自分で引けるようになって、でさらにその自分が引いた水平線に対してのその後のレートの動き、その後のレートの反応を見ていって自分が引いた水平線に対してレートが機能しているのを確認できれば自分が引いた水平線を使って自信を持ったトレードを行っていけるようになるので、それの積み重ねですよね。で検証の段階で自信が持てるようになってきたら、まずは小ロットから開けても全然痛くない金額からトレードを行っていって、で少額から高成功体験積み重ねていくことで、ゆくゆく大きなロットを張っていくっていう風にね成長していくことができるので、細かなトレード手法っていうのをたくさん教えてるんですけど、この基本的なやり方は一緒なので、ここさえ身につけてしまえばむしろトレード手法っていうのは自分でいくつも編み出していけるんですよ。なのでまずはこの水平線の引き方順番に教えていきたいと思います。で上位足から順番に見ていきますね。僕の場合週足から見ていきます。今ずっと上昇が続いてて週足レベルで見てもねほぼ押し目なく急上昇入ってるんですよ。で直近の最高値で言うともうここ125円まで上がってますよね。でそこも、こうやってね、4時間足とかこの辺りで見てると全然遡ってもこの水準って、過去にない水準ですよね。やっぱり僕が行うトレードっていうのは過去のチャートを見て意識されそうなレートを探していくので、これだけ直近にない水準まで上がってきている場合は週足とかまで上げて、ここで言うと、この125円、大きな切り板にもなるんですけど、この辺りで意識されてますよね。そういうふうにも見ていけるので、例えばこの後またさらに上昇していった場合、週足レベルで見てここのヒゲの先端だったりこういったところのローソク足の実態で、その次のヒゲの先端とか、これはダウを元にした水平線ではないんですけど、あくまでね上がってった場合の利益確定の判断基準くらいには使えるので、こうやって引いておくといいと思います。で現状を週足で見てここずっと押し目なく上昇してってるんで、実際ダウを元にした水平線で言うと今これ更新はありません。次日足で見てもずっと急上昇が入ってて水平線追加してなかったんですけど、ここ一旦押し目できてるんで、ここのねヒゲの先端くらいは引いておいていいと思います。あと例えば日足で見てこうやってローソク足の実体を揃ってるところとか引いてみて、でそれを1時間足に落として、で今引いたのはここですよね。でもしそこが意識されているようだったら、色変えて引いておいてもいいんですけど、この場合そんなに意識されてるような感じではないのでこれは消しちゃっていいと思います。で冷やしてみても、特に更新はないんで、明けを描くともうしばらくこの辺で揉んでてね、でその手前で言うとずっとこの水準で上値を抑えられてて、でここを起点として急上昇が入っている。でもうこんな感じの急上昇で見ていいと思うんですよ。なので直近の高値でそれを作った起点、かなり値幅ありますけどね、約10円の値幅ですよね。1000ピプスの値幅があるんですけど、で起点終点で見ていくといいと思います。プラス前回の高値、僕の見方で言うとこんな風に見ていきます。で次4時間足ちょっと水平線ごちゃごちゃしてるんで、順番に消していくんですけど、で4時間足一旦4時間足見る前にこの緑色が1時間足レベルで引いてる水平線なんで、これは消していきますね。この水色が4時間足レベルで引いてた水平線で、4時間足直近で波形を描いていくと今ブレイクしてるって感じですかね。で結構過去に引いてた水平線機能してるのかな。でここ下降トレンドが出た後ここの水準ですよね、ここがサポートになりダブルボトムができて今少しブレイクしてる。ただこう4時間足でこう下降トレンドが出てるように見えるけど、直近の最高値を作った起点
それを下に抜けずにここでサポートでダブルボトムの形でサポートされてるんで、ここを下に抜けるまでは4時間足レベルでの上昇トレンドまで継続してるっていうふうに見てるんですよ。でここでサポートが2回入ったことで買い方向への期待が高まり、再度ここのね高値を上に抜けていってる状態なんですけど、まあ、これさらにね買い足の1時間足とか15分足で見ていくとここの動きもっと分かりやすくなると思います。で4時間足レベルで言うとこのヒゲの先端まで見ていくかどうかなんですけど、ここね下降トレンドになってるように見えるけど、ちゃんとここの最高値を作った起点のこの水準でサポート入ってるんですよね。なので、まあ、下に抜けてないのでまだ4時間足レベルでは上昇トレンドが継続しているっていう風に見ていきます。で短期足で見てこの下降トレンド、まあ、1時間足とか15分足レベルで見るとここ下降トレンドになってると思うんですけど、その下降の波もこの上位足で見た起点でサポートが入り、でダブルボトムの形ができたので買い方向への期待感が高まり、直近のこの高値を上方向にブレイクしてっているっていう風に見てもいいかなと思います。なので、まあ、4時間足レベルで水平線を追加するとここの値幅で高値それを作った起点になるので、まあ、ここ下降トレンドが出てるように見えるけど、この中では水平線引かなくていいと思います。でこのまま1時間足落としていきます。で1時間足で見るとこの急上昇の後、急上昇の起点となった水準まで落ちてきて、で高値を更新できずに、でこの時点で1時間足では目線が下に切り替わってるっていうふうに見ます。そうなるとここの1時間足で目線の切り替えとなったここの最安値、それを作った起点がここになるので、これを上に抜けない限りは下目線の継続です。でその後この水準で揉んで、で今は少しここをブレイクしていってる状態で、今はこの雇用統計の発表に向けてボラがスクイーズしていってますよね。なので1時間足で水平線を引くと、まあ、ここは被ってるからどっちでもいいんですけど、この最高値それを作った起点のこの水準でそれを下方向にブレイクして、まあ、ここも被っちゃうんですけど、こことこの最安値を作った起点の水準で、今単純にこの値幅ですよね、この値幅で最安値それを作った起点この水準で、まあ、レンジになってる下目線のレンジなので、ここを上に抜ければ目線は上で、ここを下に抜ければ下降トレンドが継続っていう風に見ていきます。なので、まあ、この場合トレードを行っていく場合、まあ、上位足で見て今日足4時間足レベルでは上昇トレンドで、その中で今起点となる水準まで落ちてきてる、だから、まあ、長期的な視点で見ていくんであれば、トレードを行っていくんであればなるべく下がったところで買いでポジションを持つで、その場合この何度もサポートされているここの水準まで落ちてきた時を狙って、またさっき説明した IFO とかでポジションを持つように予約注文を入れておくのか、もう成り行きで上方向への動きが出た時に、例えばここちょっとどんな形になってるかわかんないけど、さらに買い足とかで見てここがこういったフラッグの形とかになっていたら、そこのトレンドラインをブレイクしたところでもう成り行きで買いでポジションを持ったりというやり方もあるし、このエントリーのトリガーとなる手法っていうのはたくさんあるので、そのあたりは他の動画だったり概要欄にある LINE 公式の方でも詳しく説明しているので、そちら見ていただきたいと思います。そんな感じでね、ダウと水平線を使って上位足から見ていって、で一定の基準をもとに水平線を引いていく、そしてその水平線を使ってトレード戦略を練ってトレードを行っていくっていうのが僕のトレードスタイルなので、まあ、ぜひねこのトレードスタイル実際やってみなきゃ分かんないんですよ。なので、まあ、この FX に挑戦したいでどうやっていいのか分からない、ファンダメンタルを学びたくない、ファンダメンタルを学び出すと、まあ、後付けの理由っていうのがたくさん出てくるので、ファンダメンタルを学ばずにシンプルにこのチャートを使ったテクニカルだけでトレードを行っていきたいのであれば、一度この僕が説明しているダウと水平線を使ったシンプルなトレードスタイル学んでおくといいと思います。で今日説明したこの DMMFX、 まだ講座を持っていない方は動画の概要欄の方にリンク貼っておくんですけど、リンクをクリックするとこの画面になるので、ここから最初これから FX を学びたい方はこのファーストプロジェクト、こ
を選択して口座開設を行い、このキャンペーンの条件をクリアすることで、僕が今説明したこの裁量トレード、ダウ理論と水平線を使ったテクニカル分析の具体的な水平線の引き方として、様々なトレード戦略の練り方、あと細かなエントリー手法、エントリーのトリガーとなる手法、そして参考にしていただける実際のトレード動画を特典として見ていただくことができるので、 FX の口座を持ってなくて今から FX を始めたい人、ここから口座開設して FX の学習と実際のトレードを始めてみてください。で、先ほど説明した期待値の考え方だったりリスク管理の部分も徹底的にこのコンテンツで教えているので、せっかくお金を稼ぐために今から FX を始めるのに、自分の大切な資金をね大きく減らしてしまわないためにも、ちゃんと知識をつけてから FX のトレードに励んでいただきたいなと思います。じゃあ今回の動画が参考になったっていう方だけでいいので、 YouTube の高評価、あとチャンネル登録していただけると嬉しいです。また動画の概要欄にある LINE 公式に登録することで、僕が FX 初心者だった頃こういった学習用コンテンツが欲しかったって本気で思える内容を無料で段階的に学んでいただけるようになっているので、ぜひそちらも登録して自力でお金を稼ぐための知識やマインドを身につけてください。じゃあ今日はこれで以上です。それでは。